日本だけなんですね、こういった無機物にここまでのこう愛情とか願いとかを込められるっていうのはね。海外でこんなに何百年も昔の刀剣類が残ってるってことはほとんどないんです。日本が異常なんです、こんなに刀剣類が残ってるっていうのは。今の現代刀鍛冶がやってるやり方っていうのは基本的には江戸時代止まりですね。でそこから前の作り方っていうのは分かってないです。琴のような刀を作ることが今ほとんどできないですね。だから昔の刀と今の現代刀を例えるとしたら和紙とコピー用紙みたいな。コピー用紙って大量生産できて、で真っ白で綺麗じゃないですか、あんな感じなんです。まあ、和紙とかはね複雑にね繊維が折り重なってね、それだけで見てて面白いじゃないですか。何より丈夫なんです、いろんなものが混ざってるんで。今ね、ここまで火作りで包丁作る人いないですよ。こうやって鍛造とか火作りとかって言うんですよ、こうやって手槌一本でね叩いて形作るのって。今もうほとんどプレス機でバーンってやったら宇宙機で10倍ぐらいバラバラって出てくるんですよ。すごいですよね、効率いいですよね。うちらはもうほんと今までの絵がすごいいろいろ崩して研究をしてるところなんですけども、いろんなあの本とかにね刀の作り方って書いてあるんですけど嘘だらけなんで昔の刀をもう一回溶かし直して、でそれで刀にしようとしても昔のものにはならないんです。ちょっとね鉄味は違うんですけど、結局のところ現代刀になっちゃうんですね。鉄だけじゃなくて考えを一新しないとダメなんだと思います。刃物を作るといろんなことができるんですね。物を削ったりとか調理したりとかいろんなことができるようになって、そうすると人がいろんなものを作り始めるんですね。まあ、昔ながらのこうやって刀製鉄で鉄を作って、まあ、こうやって刃物を作るっていうのも本当ローテクなんですよ。で日本人っていうのはもう本当平安時代からだからもう1000年近い間ずっとこうやって刀とか刃物とか作ってきた民族なんで、こういった文化とかに触れてもらって、まあ、いろんなものを想像して作ってくれるようになったらもっと職人さんとかねもう増えるし、自然を愛する人もいっぱい増えるんじゃないかなとは思います。日本刀なんかはね割と今ブームが来ててすごいあの人気だったりとかするんですけど、この製鉄の方とか、まあ、あとはあの炭ですよね、こう炭焼きさんとかすごい減ってるんですよ。少しでもね文化知ってもらえたらっていうのでオープン工房っていう形でやってたっていうのはあります。今ちょっとね注文が殺到しちゃってるんで、あの前は何日に見学誰でも立ち寄ってくださいねって言ってやってたんですけど、今ちょっとそれができなくなっちゃって予約制っていう形に変わったんですけど、実際に見てもらってこのどういう風に作ってるのかってやっぱ体感してもらうっていうのが一番なんで、僕があの親方のところに行った時もやっぱり包み隠すから全て見せてくれてたんですよね。嘘がないんですよ、やっぱりね技術に全て世界にね誇れる文化なので、世界の人も日本の文化をこうやって知っていてもらったら日本に行きたい、日本と友達になりたいってね、そういう風につながると思うんで、僕はそれがやりたいですね。島根県のニットホタタラっていうところで玉鋼を作ってるんですけども、そこで作った玉鋼を今全国170人ぐらいいる刀鍛冶に販売するんですね。で要するにまあ170人がみんな同じ
鉄使うことになってしまうんですね。うちの親方はそういうのがまあ嫌なので、僕の先代の先代の親方の代から、自家製鉄をずっと研究してきてるんです。備前、大和、山城、相州、美濃ですね。この各地で採れた砂鉄とか鉄鉱石を使って、それぞれ、鉄を作って刀を作ってたので、すごい特色が現れてたんですけど、今もう一箇所のね砂鉄で刀を作ってるので、個性が出しづらいっていうのは一つありますね。玉鋼の包丁自体がすごく珍しいですね。玉鋼使ってますよっていうのは、まあ真ん中にこう挟み込んでで作ってたりとかっていうのもあるんですけど、全鋼って言って全部が玉鋼でできてる包丁っていうのもかなり少ないです。ほとんどないと言ってもいいですね。まあ主人もそうですけど、上田一門の人たちが出してる包丁かなっていう感じだよね。うん、大体だからあれだもんね、玉鋼包丁とかヤフオクとかで検索するとうちの一門の人たちのやつがわーって出る。そうあれば何でもできるっていう包丁を作ってほしくって、1本あれば何でもできるよ、腕1本あれば俺料理できるよっていう包丁が欲しくって、これくらいの長さで、で刃元はこれくらい出してもらって、で切っ先はこれくらいつけてほしいっていうのをもう事細かくお願いして、わがままに作ってもらった包丁がこの1本ですね。で磨くとやっぱりその刃文が綺麗に出てくるんですよね。作ってもらってからさらにこっちでも育ててって、買ったらおしまいじゃなくって、そこからさらに磨いて研いでより良さをどんどん引き出していくっていうのが面白いところというか、唯一無二っていうのが男のロマンじゃないですけどいいですよね。殿下の宝刀って言って、自分の家の、まあ、守り神みたいな、危険をこれで退けてくれ、払いのけてくれっていう願いを込めて代々受け継がれてきてるんですよね。で代々受け継がれて家に残ってるっていうことは、必ず誰かがしっかりと管理して手入れしてくれてるんですよ。じゃないと鉄っていうのは錆びて朽ちてしまうんですよ。だから人間と共存してるんですよね。僕高校生の時には、まあ、卒業したら何になるみたいので自分で玉鋼を作って刀を作りたいって書いてたんですよね。だから一箇所の砂鉄だけじゃなくって、いろんなところの砂鉄使えばいいんですよ。刀鍛冶の人って、たたら製鉄はね、妻に研究してもらってるんです。炭だけでも全然違います。で、一言に炭って言ってもこれ炭素の塊だけではなくって、炭にもその純度があるんですよね。備長炭とかっていうのは炭素の成分がすごく多いんです。今こういう、まあ、黒炭なんですけど、黒炭の雑炭なんですけども、炭素以外のものも 0.何%の割合で入ってきてるんですよ。砂鉄もそうなんですね。砂鉄も鉄だけではなくって、いろんな非鉄元素っていうのが入ってて、モリブデンだとかね、タングステンとかチタンとかね、そういったものが 0.0何%の割合で入ってきてて、それが各地での差を出してってるんですよね。それが景色になるんですよね。今のたたら製鉄のやり方っていうのも江戸時代ぐらいのやり方なんです。新しいんです。技術が新しいんです。でそれ以上前っていうのは製鉄技術がまだまだ未熟だったんです。未熟だったからこそいろんな物質が入ってきてたんですよね。それが刀の粘り強さとか、まあ、あとは出来上がったところの時の、ね、地肌の動きとかに伝わってきたんだと思います。それだけじゃないでしょうけどね、まだまだ解き明かさないといけない謎はいっぱいありますけども、パッと見て今分かることといえば、うん、色味が全然違うんですよ。有明のやつは黒い感じで、まあ、大洗とか神奈川のやつは砂鉄がちょっと青っぽいんですよ。こっちはどっちかっていうとグレーっぽい感じで、こっちは青みがだいぶ帯びてる感じかな。で毎回ね、炉の雰囲気が変わるのでそれに合わせて操業するんですけど、この砂鉄が1個変わるだけでも全然雰囲気っていうのが変わって、毎回その操業のやり方っていうのをその砂鉄だったり木炭に合わせてやるって感じですね。中が見えないんですよね、たたら製鉄って。状態を計算して
砂鉄とか炭とか入れてったりするって感じですね。早く次がいい、いい鉄できると早く次やりたくなるよね。いい鉄だよ。なんか気配はすごくしとったけど、こんなにいいとは思う。やっぱ叩いて折り返してみるとわからない、なんだかんだ家で仕事の話してると楽しいもんね。たまらんくなるよね。まだ研究がね、全然進んでない。製鉄とかそれこそ本当進んでないんですよね。日本刀はね、割とね、進んでたりとかするんですけど、でもそれでもわからない部分っていうのは日本刀もあるんですよね。2人で意見を出し合えば少しずつ解明できていくんじゃないかなっていう感じ。もっと協力できる人がいればね、考古学者さんとか研究者さんとかね、いればもっとね、研究したいんですけど、本当はいずれそのうちつながっていけたらなって思ってます。このわら灰と、レンドって耐火性を上げてくれるんですよね。くっつけたいのって中の折り返して切れ目が入ってる部分じゃないですか。だからそこをくっつけるために耐火性があって、でその鉄の熱、ね、外の表面の耐火性を上げてくれるんですよね。で中までしっかり熱がかかって折り返して、切れ目を入れた部分ですね、そこがしっかりくっつくっていうような原理なんですよ。昔の人ってすごいですよね。日本刀ってちょっと壁が大きすぎるんですよね。やっぱりいきなり初心者の方がじゃあ日本刀買おうってならないんで、どうしてもこういったところからね、身近な使うものからちょっとでも文化触れてってもらって、そこからね、少しでも買わなくてもいいから日本刀知ってもらえたら、日本刀につながる今度は職人さんを知ってもらえたらって思ってますね。見とれちゃうな。今日はじゃあそこで終わりですか。そうね。